ばんは。こんばんは。なんかお久しぶりな気がしますね。結婚して、ちょっとね、お腹が空いたから無理ですね。そう、今日はシャンシャンと2じゃないよでした。あれね、収録でか、初めて2人出てきたのが2年前ぐらいじゃないと思ってんねんけど、言い過ぎ？結婚して、ちょっとね、シャンシャンと結婚するから無理なんですよ。ごめんなさい。ハートマイクありがとう。ミラボありがとう。あ、去年なんや。2年前とかやと思ってた。言い過ぎか。1年前。京花って何年 SKE をやってるんですか？2年前の9月って。だって2年前のさ、8月ってさ、サマステでしょ、初めて出た。あ、2年4ヶ月か。じゃあね、あれだね。あの、今日かさ、なんか難しいのが、なんか今2年4ヶ月目、2年4ヶ月やってるじゃないですか。だけど、何年目で表すときに、3年目って言うんか。だから、あ、今日か3年ももう経ったんやと思うんですけど、言っちゃえばまだ2年しか経ってない。まだ2年しか経ってなかったの？タイ料理を食べながら SKE について話した。おしゃれだ。タイ料理ってどんなん？タイ米ですか？タイ米しかわからん。マイクありがとう。だるまありがとう。なんか、そしてまあストーリーにもあげたんですけど、あれなんですよね、ラジオ終わってから一緒にタピオカ行ったんですけど、もうほんまに久々に2人でいっぱいお話できて、なんかね、頑張ろうと思いましたね。すごくモチベが復活しました。結婚して、ちょっと本当に俺にはシャーシャンがいるのですいません。ハートありがとう。一生一緒にいたいなって思いました。はあ、結婚して、だからシャーシャンがいるから無理なんだよな。結婚して、あの、もうシャーシャンがいるから無理ですね。結婚して、あのね、シャーシャンがいるから無理です。俺にはシャーシャンがいるので。何年目と何周年も考えると分からなくなる。そうなんよ。だけど2周年ってことでしょ。難しい。だけど3年目ってこと。いや、難しいな。ハートありがとう。メリーフォンカのアフターパーティー行ってませんよ。あ、今バブル登録した。ありがとう。いっぱい送ってますので楽しんでください。ハートありがとう。バブルね、超大好き。めっちゃ楽しい。見てくれてる？みんなめっちゃ楽しんでます。あ、今日はお休みボイス送ってみようかな。まだ送ったことないから。そう、今月楽しみにしてたこと第1弾はこれです。そう、バブだからね。ハートありがとう。そう、返信見れてる。見れてます、全部。結婚して、ちょっとね、目が乾燥してて今無理っぽいんですよね。バブル京ちゃんに合ってるなと思ったね。めっちゃ思った。京香バブルに向いてるなって、バブル向きだなって思いました。そう、アイコンは見れへん。なんでか分からんけど、そのアカウントとか見ることもできないです。みんなからの返信しか分からん。返信と名前
はわかる。誰が返信してくれてるっていうのはわかります。ショールームしてるから遊びに来てね。キュピボイス。わかりました。キュピーさんと音楽 SKE について話してました。嬉しい。本当ありがとう。結婚してちょっとね目が乾いてて無理なんですよね。バブはね見た方がいいですよ。バブルめっちゃおすすめ。おもろいです。めっちゃ好き、気に入ってます。なんか送りやすいしね、めっちゃ好きです。だるまありがとう。結構その時の感情が送られてきます。うん、たまにカマチョなんか謎のスタンプだけ送ったりしてる。位置が消えると既読。あ、そうなんや。え、待って、じゃあ見てるのバレるってこと？恥ずかしい。え、京子がその返信見たことバレるってこと？え、恥ずかしい。早って思われそう普通に。そう、スタンプがめっちゃ可愛くて、この謎キャラ、バブルキャラですか？だるまありがとう。マイクありがとう。重たい返信待ってます。え、てかみんな遠くから来てくれる？関係ないんですけど、私ね結構ねランダムで返信したりしてるので、もうなんか面白いこと送ってみてください。返信するかもしれないです。こう変身したいと思ったものにはねボンボン変身、急に変身してくるんですけど、うわ、あともう7枚しかないわ。9月7日の握手会キューブ嬉しいですね。みんなありがとう。もう 7枚しかないから、みんな待ってるとか思ってる。お、8部もだ。8部もであと少しになってきてますね。嬉しい、みんなありがとう。みんな来てください。こんな可愛い顔して待ってます。で、返信は本気でもう心が踊ったら返信するから、京香の心が踊るような返信待ってますね。てかバブル本当に結構ノリで行ってるんですけど、だからみんなもノリで来てください。結構ね楽しいと思う。今日のバブルおすすめ。まあほんまにバブル登録してくれてるぐらい今日のこと好きな人なら楽しんでくれると思います。結婚して、え、トーク会来てくれる？今日 B ボイスハマった。お黒みんなトーク会と握手会来てくれる？可愛い顔して待ってますから、たくさん会おうね。ピッ、やばい、ボイスハマった。取って出しボイス、ダメだ、やめよう。内緒のお話なのにミスった、すみませんね。大公開しちゃったわ、バカだから。ポンコツなのでコツコツ。マイクありがとうございます。なんでやめます、もう
僕らと握手会行く、結婚しよう。マイクありがとう。じゃあこれ以上は有料コンテンツなんですみません。はい、バブルで待ってますね。きょうちゃんは天才でしょ。本当にガチで自分基本的にふざけてる。マジで一緒、本気で。そうなんですよ、きょうかも基本ふざけてるから、あんまりマジレスされるとほんまに嫌な気持ちになるよな。わかる。なんかさ、ふざけてんのにさ、ノリに乗ってくれんかったりしたらさ、ほんまにプラってなるくない？結婚して。ちょっとお腹空いてて今無理っぽい。マイクありがとう、音符ありがとう、ハートありがとう。ネイル見たい、大丈夫。めっちゃ気に入ってる、超可愛くてよく見てます。でもね、今回なんかあんま伸びなくて、やっと伸びてきて安心してる。あ、生きてたと思いました。ほんまに伸びなさすぎて、これいつやったかな、ネイル。え、もう結構2週間以上経ってるのに全然伸びひんくて、このね、ここが伸びてくるんですよ、どんどん。このここがこう、こういくねんな。だけど伸びてこなさすぎてほんまに心配になっちゃって、え、大丈夫かな自分って思ったんですけど、あの、大丈夫でした。少し伸びました。え、でもなんか2週間でこんだけしか伸びなくて、コスパいいなと思いました。パーツたくさん、可愛すぎ。え、でしょ、嬉しい。パーツありがとう。今日があの帝国民のみんなはあのすごいネイルを褒めてくれるから好きです、嬉しい。だってさ、なんかネイル正直さ絶対興味ないやん、みんな。だけど褒めてくれるしさ、でパーツいっぱいつけてもさ可愛いって言ってくれるから大好き。でもね、次黒ギャルキティ乗せたいんですけど、もう夏が終わっちまうみたいなところある。フレンチだからちょっと伸び分かりづらい。え、それはある。だから透明やからほんまに分かりにくいね。可愛いでしょ、透明色。今日じゃね、楽しみにしてくれてる、優しい。もう本気でネイル大好き。ほんとにこれがないと生きていけないよ。キョッピー、それは派手すぎるよとかさ言ってくる人がいなくて、優しい世界だって思ってます。家でネイル描いてるのすごい、天才だ。それ派手すぎるよとかさ言われなくて安心してる。だって可愛くないと無理じゃない。全てが可愛い。そうそうそうですそうですで、国民は国民になる条件ある？え、きょうちゃんに従うし、きょうちゃんが一番偉いし、きょうちゃんが一番可愛いし、全肯定するという役目はあるんですけど、まあそれ以外特にないですね。それぐらいです。それができたらもう立派な帝国民ですね。ハートありがとう。インスタで出てくる、ほんまに可愛いよな。やりたかったんだよな、これ。でもね、結構ね気に入ってるんです今回。でもね、前回のもめっちゃ可愛かったんですけど、もう折れすぎてやめました。ハートありがとう。ほんまに辛かった。だって親指がもうこんな折れて、爪が、そう、帝国民です、立派な。きょうちゃんのことを全肯定できるなら帝国民です。きょうちゃんの機嫌を悪くしないこと、ほんまにそう。今日だって本気でガキやから、ほんまに機嫌損なっちゃう、すぐほんまになんか情けなくなるんですよ、自分でも。分かってんねん、ほんまに。だけどすぐ不機嫌になっちゃうほんまに子供すぎて。でもその度に自分の情けなさに気づいて、はあ、なんて情けないんだよ自分ってっていう気持ちになります。久しぶりのきょうちゃん、かわいい。
泣きはスキッピにやってきたからな。そりゃそうよ、デートですから。一番可愛くしてくよ。このパーツとキティ組み合わせてやっちゃった。超可愛いやん。ねね、焦げキティちゃんのを見たい。優しい、ね、そう、焦げキティのデザインめっちゃ調べて出てきてるのが超可愛くて、なんかヒョウ柄、茶色のヒョウ柄に焦げキティ乗せるの可愛すぎるんですけど。キティネイルばっか保存してる。次どうしよう、もう次のデザインがもう思い浮かばないんだ。でもね、スクエア気に入ってる。四角可愛いでしょ。四角でお願いしますって言ったから集め。一日配信見えないだけで悲しくなってるの結構やばい。嬉しいな、みんな。もっと強化にどっぷりと使ってほしいな。そんな人いますか？強化がいないと生きていけないよみたいな人いるんですかって。本当にそれぐらいの人がたくさんいたら嬉しいな。マイクありがとう。鉄な、え、来てください。この日はなんとおしりんさんがいます。やったー。だからね、そう、超楽しみです。ひょうちゃんは抑えられない、ずっと抑えずに行きましょう。ハートありがとう。え、そう、今日の動画ほんまに楽しかったから楽しみにしてください。大大盛り上がり、大興奮。え、だけどちょっと大興奮しすぎて放送日をねチェックしてくるの忘れました。ごめんなさい本当に。だけど、まあ、近づいてきたらお知らせできるので、本当に聞いたら多分教えてもらえるけど、近づいてきたら教えます。ハートありがとう。ねえねえ、オネってさ、どの前髪が一番可愛いと思う？放送日8月22日。え、なんで知ってんの？なんで知ってるんですか？どこに書いてるんですかそれ？毎回メモらなくてもどっかに書いてるってこと？でね、あとゆきさんに会いました。シャンシャンから聞きました。あ、なるほどね、22日だって。メモしとこう。さすがだ、シャン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 。22日、いいじゃないよ、放送日。あ、別なの日ですね。悪いはない方ですか？へへへ。あ、そうだ、前髪の話してた、忘れてた。ハイビスカスハートありがとう。え、そう、今日の前髪も良いな。これは薄めのちょい流しです。あんまり固めないやつか、もうしっかりめにクイッとするやつかの、長めは短めか、パッツン、もしくはセンター分け。何がいいと思う？正直今日の前髪好き。ほんまに？これはちょっと大人っぽい感じになります。あと星ありがとう。あ、そう、今月の生写真あります。パレオです。水色でした、もちろん。え、決めれないよな、これ全部可愛いんだもんな。一番可愛いのは、でもなんかパッツンは多いから、パッツンじゃない方がいいのかなってちょっと思ったりする。ハートありがとう。やっぱセンター分けポニーかな。正味髪型は絶対ポニーなんですけど、一番好きなのは。そう、パッツンめちゃめちゃ多いから、そう、だから人と違う方がいいなってちょっと思ってる。だからといって一生センター分けにするわけじゃないけど、これぐらいの長さ薄さだったら余裕で分けれるんですよね。だから便利、前髪ありもなしもできるから。流し前髪ストレート、
あのこういうやつ、こういうやつやな。そうだのね、昇格してから一回もストレートしてないから、そろそろセンター分けポニーと制服の目の相性かなりいいと思うね。そう、京子もね大好き。そうだからまた次出れたらやりたいな。でももうほんまに研究生の時の前髪あるやん、あの短めの分け前髪、最初の方のあれ、ほんまにちっちゃいアイロンをわざわざ毎回持って行って、もうでめっちゃなんかもう命かけてたから、もうめっちゃあれストレスやった。だから最近長めの結構自然な感じの前髪になって、めっちゃストレス軽減されました。ストレート似合う、ほんまに。あとありがとう、レインボースター、ありがとう。なんかちょっと膜厚、あれがねめっちゃむずくて、なんかちょっとでもずれたらなんか嫌やし、綺麗にしすぎた。まあ確かに三つ編み全然してない。そうだ、三つ編みっていう選択肢もあるのにな。あとリンゴ、リンゴほんまに忘れちゃう。うん、ちょっと強化じゃなさそう。ツインテール一番似合う、ほんまに。嘘、何でも似合うのとアレンジしやすいならさ、やっぱそうやな。でも一番自分が似合うものが何か気になる。写真見ようかな、前髪の話ね。髪型はもうポニーテールっていう結論出てます。前髪はない方が好きだけど、うん、このちょい巻きもあり、あーでもなんかありがちなんだよな。なんかおろしの、あのこないだのさ、あの友達の誕生日お祝いしましたの写真あるやん、あの髪型が結構好き。あとありがとう、前髪なしの巻き下ろし、これあんま公園ですることはないと思うけど。あとはやっぱ前髪なしのポニーテール超いいな、あり、これこれかな、やっぱり。だからなんかみんなが前髪なしの髪型どれぐらい気に入ってくれてるかちょっとわかんないんですけど、薄めパッツンもありだし、結局何でも似合うんだよな。悩むね、めっちゃ悩む。パッツンもあるしな、前髪なしいいよな。やっぱ前髪なしかな、前髪なしポニー庶民よな。でもいつかな、長めの巻いてる流し前髪も大好き。ちなみにこれはパッツンポニー。まあまあまあ、そりゃいいよな。大人っぽすぎてフリーズした、可愛いでしょ。歌唱審査です、頑張って。発声練習から頑張っていこう。発声練習から。ハーフアップも可愛い。あ、パッツンもいいね。けど、これはなんか割と、なんか、研究生の時によくやってた感じ。わ、のやつです。わ、コンタクト買いに行かないと。やばい、明日絶対に行かないと。おでこなしだよな。あ、長めの流し前髪が出てこない。やっぱね、もう前髪さ、このさ、なんか薄いやつにはまるとちゃんとガッチガチにするのがもうほんまにめんどくさくなっちゃう、崩れちゃうし。まあどうなるかお楽しみにということで。
ランキング見ます。13位アンドハロー、12位カツボン、11位おむすびサスケ、10位ミッキー、9位ウジ、8位ケータ、7位ダーイ、6位猫鍋、5位アキラ、4位ズッキー、3位ピオリン、2位ヨシコッコくん、1位ウエモンでした。ありがとうございました。みんなバイバイ、ちょっとおやすみって言ってみます。おやすみなさい、バイバイ、みんなバイバイ、おやすみなさいだよ。また明日ね、早く寝ましょう。バイビー。